ください。はい、いやドキドキしますね。今年はですね、採点による審査で選ばれた審査員特別賞が2チーム、あと優秀賞、準大賞、未決国大賞の3チームと、はい、審査員の主観によって選ばれた5チーム、合わせて10チームの表彰があります。はい、どのチームが選ばれるんでしょうか。そうですね、楽しみですね。楽しみです。さあ皆さん、長い間ね、お疲れ様でした。審査員の方もね、ありがとうございます。それでは表彰式の前に、ここで本日審査委員長を務めていただきました豊永審査委員長より、今年のよさこい祭りの総評をいただきたいと思います。豊永審査委員長、よろしくお願いいたします。17回目となる未決国若狭小浜よさこい祭り2019年、感動いただきました。ありがとうございました。台風17号の影響でどうなるかなと大変心配しましたけど、島口明実行委員長の念力と実行委員さんらが作ったてるてる坊主で台風を飛ばしていきました。私もてるてる坊主で晴れ間にする一条になったんじゃないかと思っております。今年は過去最高の40チームの参加ということで、新参加、初めて参加されたチームが6チームもありまして、大変盛り上げていただきまして誠にありがとうございました。すいません。10部門にエントリーされた10チームの皆さん、楽しく見させていただきました。京丹後市、京丹後市からお越しの、同志女性連絡協議会のよさこいで丹後ちりめん300年を、地域おこしという踊りで、活動する、いい活動やなというふうに感じました。地域づくりがよさこいで盛り上げているということに、大変評価されるんじゃないかなというふうに思っていました。コンテスト部門にエントリーしていただきました30チームの皆さん、熱く華麗な 演舞にありがとうございました。今年も盛り上げていただきました大阪のからお越しいただきましたお姉さん方、あれそれこれの皆さん、大きにみんな手通るやん。と集まる場所ちゃいますよ。あらばらやで大阪やな、ですね、ちゃんとしてますよ。石川県小松からお越しの小松浜舞子さんの皆さん、前夜祭から一泊泊まりで来ていただいたときに来ました。ありがとうございました。富山県黒部市からお越しのレイカ・リョーラン、おさこいの皆さん、原点なる子で生かした舞が良かったんじゃないかなと私感じてました。京都府南丹橋からお越しの、下回りません、園部舞組総流隊の皆さん、いち早く小浜へ3エントリーをするということを聞きまして嬉しいな、また来年もお越しください。ありがとうございました。今年も見応えのある演舞を見せていただきまして審査員本当に苦しめました。今年も威風堂々前後でございます。威風のある演舞、一致団結したい、演舞、最高の笑顔と舞を見られました。本当に感謝でございます。今後この後受賞を楽しみにお待ちください。総評とさせていただきます。てるてる坊主様、ありがとうございました。明日も天気にしてください。お願いします。続きまして、今回も副賞のスポンサーとなってくださいました若狭の恵み代表取締役社長前野康則様より一言いただきたいと思います。前野様、よろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今年も島口君とそれと鶴田君から言われるがままに、スポンサーをさせていただいております。私も、まあ、第1回から、第1回目の実行委員長ということでここに携わっておるんですけど、今はもうよさこいの方も引退をいたしまして、ただ単に、島口君の親睦として、スポンサーをさせていただいております。今日は私も、農業をやってますので3時ぐらいまでは稲刈りをしてまして、皆さんの演舞は、見ることはできませんでしたが、先ほどから、皆さんの旗とか、見やしていただきますと、なんか熱気が、大会の熱気が伝わってきました。本当にご苦労様でございました。それと今、審査委員長も言われてましたように、この天気ですね、台風がどうなるかということも心配されましたが、このようにいい天気になりまして、これも皆様の熱気かなというふうに思っております。今年も美味しい新米が取れましたので、皆様にご提供させていただきます。本日はどうもありがとうございました。前野様ありがとうございました。それでは皆様お待たせいたしました。はい、ただいまより表彰に移りたいと思います。はい、まずはですね、審査員特別賞輝きの発表をいたします。審査員特別賞輝きは2チームに贈られます。名前を呼ばれた各チームは代表者2名チームプラカードを持ってステージ上手へ、お越しください。向かって右側ですね。よろしくお願いしますね。はい、それではまず1チーム目は若さ鳴子連キラリチームです。おめでとうございます。続きまして、審査員特別賞輝きのもう一チーム甲賀財布マイトチームです。おめでとうございます。名前を呼ばれたチームの代表者はステージ上手へお願いいたします。はい、もっと上かな。ここは代表者2名ですね。そうですね。あのカラフルなチームだ。あー、よかった。感情がない。ごめんね。感情ごめんね。それでは、設楽審査員、中田審査員、前野社長はステージ中央へお願いいたします。まあ大体でいいんじゃない。それではいきます。はい、設楽様、中田様、よろしくお願いいたします。審査員特別賞輝き、一チーム目は若さ鳴子連キラリ。表彰状、審査員特別賞輝き、若さ鳴子連キラリ殿。キチームは三月国若さ子供よさこい祭りにおいて当初の成績を収められましたので、その栄誉をたたえご了承します。令和元年9月22日おめでとうございます。おめでとうございます。設楽審査員ありがとうございました。ありがとうございました。続いて2チーム目、甲賀財布マイト、前へ出てください。中田審査員、よろしくお願いいたします。します。表彰状、審査員特別賞甲賀財布マイト殿、以下同文です。大変素晴らしかったです。感動いたしました。ありがとうございました。おめでとうございます。ございます。中田審査員ありがとうございました。ありがとうございました。続いて特別賞輝きの副賞として、若さの恵みで自社生産された花越前新米 10kg の目録が代表取締役社長の前野様より贈られます。前野社長、よろしくお願いします。ありがとうございます。
今一度特別賞に選ばれた2チームに盛大な拍手をお願いします。拍手。ありがとうございます。それでは受賞されたチームは元の場所へお戻りください。設楽審査員、中田審査員、前野社長、ありがとうございました。ありがとうございました。元のお席にお戻りください。それではいよいよ優秀賞、準大賞、イケツクニ大賞の発表があります。はい。その他に採点審査ではなく、審査員の皆様は主観的な観点から選んでくださいました5チームにも賞が贈られるみたいですので、はい、早速いきますか。アデ、イキ、エン、ナゴミ、ヤクと、はい、5つに分かれてる、意味が込められてるんですよね。はい、それでは参りましょう。最初は優秀賞の発表です。優秀賞は賞ということで、すごいですね。統合ですね。そして伊藤審査員と前野社長、もう一度前の方へお越しください。それでは優秀賞義堂ロココチームのお二人は中央へお越しください。それでは伊藤審査員、お願いいたします。表彰状、義堂ロココ殿、以下同文でございます。しびれました。また以後も期待します。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。次に副賞として若さの恵みで自社生産された花越前新米 10kg の目録が贈られます。なんと優秀賞のチームにはお米プラス地元で採れた若狭名産の一つ若狭梅、福梅詰め合わせが贈られます。おお、これほんまにうまいですからね。前野社長、お願いいたします。はい、おめでとうございます。前野社長、ありがとうございました。それでは義堂ロココチームにもう一度盛大な拍手をお願いいたします。義堂ロココチームはステージ上にお残りください。それではありがとうございました、社長。さあ続きまして準大賞の発表です。いきますよ。準大賞は近江商人。最後トリを務めてくれたチームですね。代表者2名お願いします。お願いします。5人だったらスタッフと。それでは豊永審査委員長、前野社長、よろしくお願いいたします。朝やんじゃない。俺の代わりに。まず豊永審査委員長、よろしくお願いします。お願いします。前だったもう平気やったね。表彰状、準大賞、近江商人殿、鳥肌が立ちました。おめでとうございます。おめでとうございます。そして前の社長より若さの恵みで自社生産された花越前新米20キロをお送りいたします。おめでとうございます。前野社長、ありがとうございました。ありがとうございました。今一度近江商人チームに大きな拍手をお願いします。近江商人チームもステージ上にお残りください。それでは審査委員長、前野社長、ありがとうございました。さあお待たせしました。はい、ついにイケツクニ大賞の発表です。太鼓のドラムロールが先ほど流れてるんですけども、はい、その後にイケツクニ大賞に選ばれたチームの演舞曲が流れます。お、それでは行きましょうか。もう発表していいのかな。皆さん心の準備できてますか。
くれた。自信はあるかい？加減気いいぞ。いいぞ。よし。それでは行きましょう。第17回三毛津国若狭小浜よさこい祭り2019栄えある三毛津国大賞に輝いたのは。表彰状受付に大賞若狭踊り屋祭り屋を祝涙が出ました。感動しました。おめでとうございます。おめでとうございます。審査委員長ありがとうございました。続いて副賞若狭の恵みで自社生産された花一膳新米がなんと現物で30キロ。前の社長お願いします。一晩で食うやろ。一晩で食うぞこれ。一食やろ。一食で食うやろ。おめでとうございます。でも分かるやん。それではステージ上にお残りください。続きまして福井新聞社賞に移ります。はい、福井新聞社小浜支社長佐々木様ステージ中央へお願いいたします。ここでよさこい祭り開催発足当時から多大なるご支援をいただいております福井新聞社を代表いたしまして小浜支社の佐々木様に祭りへの思いを一言いただきたいと思います。佐々木様よろしくお願いします。お願いします。でも皆さんお疲れ様でした。各チームの演舞はもちろん、後半の方のですね旗の乱舞、総踊り、皆さんの笑顔と迫力に圧倒されました。また紙面でも、取り上げてですね、バックアップしていきたいと思います。今日お疲れ様でした。ありがとうございました。それでは福井新聞社賞は賞状とトロフィーが贈られます。よろしくお願いします。少女若狭踊り屋松井社長の当初の優秀成績を収められましたのでここで
その栄誉をたたえ表彰します。令和元年9月22日福井新聞社代表取締役社長吉田正人、お疲れ様でした。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。皆様ありがとうございました。それではここで三木作り大賞に選ばれた若狭踊り屋祭り和衆の代表者に一言いただきます。よろしくお願いします。柊やん、柊やん。若狭踊り屋祭り和衆代表鶴田和成でございます。今日は本当に、1年間かけて、練習してきた成果をこの舞台で披露させていただきました。本当にこの素晴らしい賞をいただくことができました。皆様のおかげだと思っております。この大賞期1年間しっかり私たちが預からせていただきます。どうも今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。これで17回メケツクニ若狭小浜よさこい祭りの優秀賞、準大賞、メケツクニ大賞が揃いました。はい、各チーム代表者はこのままステージにお残りいただいて、会場にいらっしゃる該当3チームの踊り子の皆様は、受賞披露演舞をしていただきますので、はい、ステージ下手へ集合しウォーミングアップを始めてください。はい、そしてまだまだ表彰は続きます。はい、ここからは審査員の方々が選んだ個性豊かで輝いていたチームの発表です。どのチームが選ばれたのでしょうか。豊永審査委員長お願いします。お願いします。昨年に引き続き、特別賞を5つ設けさせていただきました。視点としては、今後の和光度である皆さん今後もまた活躍してほしいなという思いも込めております。また笑顔のあったチームも良かったチームを選ばさせていただきましたし、力強い演舞にも、入れさせていただきます。楽しみにしてください。以上です。ありがとうございました。席にお戻りください。それでは発表いたします。名前を呼ばれたチームは代表者2名がチームプラカードを持ってステージ上手へ出てきてください。それでは参ります。まず艶やかで花があり魅力あると認められたチームに贈られます艶賞に選ばれたのは小松花舞子です。おめでとうございます。続いてステージの振る舞いが洗練されていてかっこよかったチームに贈られます一位賞に選ばれたのはレイカ両ランチームです。おめでとうございます。続きまして笑顔が素敵で会場を楽しくしてくれたチームに贈られます円賞に選ばれたのは新羅万象チームです。おめでとうございます。ございます。そしてアットホームで会場を和やかにしてくれたチームに贈られます和み賞に選ばれたのはよさこい庄屋チームです。おめでとうございます。力強さ勢いのあったチームに贈られます役賞に選ばれたのは福井大学よっしゃこいチームです。おめでとうございます。ありがとうございます。代表者2名はステージ上へお越しください。はい、以上5チームが選ばれました。はい、いやおめでとうございます。ありがとうございます。小松花舞子さんですね、艶賞に選ばれた小松花舞子さん、はい、もう帰られてるみたいなので帰ったあの実行委員が受け取るみたいです、代わりに。はい、もう1回すっとこまではもうすごい遠く行ってるけど多分もう諦めてた奇跡的に受賞したけど鶴ヶぐらいまで行ってんのか、はい、行っちゃってると思います。確実にお届けしますので実行委員が受け取ります。はい、それでは伊藤審査員、黒川審査員、村井審査員は中央へお願いいたします。
はアデ賞に選ばれた、もう帰られてるんですが、小松花舞子チームです。伊藤審査員お願いいたします。表彰状、アデ賞、小松花舞子殿、表彰いたします。この声が届きますようにおめでとうございました。ありがとうございます。一言もらってですね一言、代表としてどうですか。いや、1年間頑張ってきたかいなんで嘘つけて大嘘ついとるから。何ええとこ持ってんねん、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続きまして、壱岐賞に選ばれた麗華繚乱チームです。黒川審査員お願いいたします。表彰状、壱岐賞、麗華繚乱殿、もう素敵な演舞に感動いたしました。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。一言ありますか。初めて参加してこのような賞をいただけてとても嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございました。黒川審査員お戻りください。続いて炎章に選ばれた神羅万象チームです。同じく黒川審査員よろしくお願いします。はい、お願いします。表彰状、炎章、神羅万象殿、素晴らしい笑顔が輝いてました。おめでとうございます。おめでとうございます。さあ、何か一言ありますでしょうか。今日小学生が運動会で来れなくって、ちょっとチームとしては悔しいスタートだったんですけれども、残ったメンバーで会場に絶対笑顔を届けようっていうので来たので、この賞がいただけて本当に光栄です。ありがとうございます。おめでとうございます。ぴったりの賞でしたね。はい、はい、続いて和み賞に選ばれましたよさこい庄屋チームです。村井審査員お願いします。表彰状、和み、よさこい庄屋殿、チーム半年ここまでね、よく頑張りました。これからの活躍期待します。おめでとう。おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、皆さんに一言ありますか。短い期間だったんですけど、みんなで頑張ってこれてよかったです。みんなの証です。みんなの証です。そういうことです。そっかかんな。そして最後、役賞に選ばれました福井大学よっしゃこいチームです。村井審査員お願いします。表彰状、役、福井大学よっしゃこいチーム、新たなチームは元気よく踊っていただきました。ありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。一言お願いします。このような大賞が、賞がもらえて大変嬉しく思います。ありがとうございました。ありがとうございました。確かに一番元気でしたもんね。はい、はい、そして最後に各チームには副賞として新米 10kg の目録が手渡されます。前の社長、何度もすいません。お願いします。一チームごと前に出てきていただけますと。おめでとうございます。ございます。おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。最高の誕生日です。誕生日ですか。おお、おめでとうございます。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 それでは今一度5チームに盛大な拍手をお願いいたします。それではこの5チームの皆様、チームのお仲間のもとへお戻りください。はい、審査員の方々も席へお戻りください。以上、未決国大賞、準大賞、優秀賞の3賞、審査員特別賞の2チーム、アデ、イキ、エン、ナゴミ役の5チーム、すべての表彰が終わりました。はい、
審査をしてくださいました豊永審査委員長をはじめ伊藤様、黒川様、村井様、設楽様、中田様、若さの恵み代表取締役社長前野様、福井新聞社小浜支社長佐々木様、ステージ中央へお越しください。審査員の皆様、長時間にわたる審査ありがとうございました。皆様、今一度審査員の方々、前野社長、佐々木支社長に盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。どうぞお戻りください。さあ、お待たせしました、はい、第17回三毛津国若狭小浜よさこい祭りの素晴らしい3賞を獲得されたチームの皆さん、ステージ中央へお越しください。この素晴らしい賞を受賞された3チームにもう一度盛大な拍手をお願いいたします。おめでとうございます。おめでとうございます。この3チームにはこの後もう一度ステージで暴れていただきますので、チームの仲間のもとへお戻りください。準備をお願いいたします。おめでとうございました。ありがとうございます。これからの演舞よろしくお願いします。それでは表彰式をこれで終わらさせていただきます。ステージの準備が整うまでもう少しお待ちください。失礼します。